皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの亀山真帆です。日天のラジオクラウド、今日は618回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、11月3日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はオープニング、メッセージコーナーをお聞きください。安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。11月3日日曜日、文化の日、朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。文化の日、明日が振り替休日ということで3連休になりました。関東地方沿岸部を気圧の谷が通過しているために、現在曇りで、海に近いあたりでは今日雨の可能性があるということです。一方、内陸部はこの後曇りの天気が続きまして、雨が降るかどうかですが、昨日は雨の予報になっていたんですが、ちょっとずつ曇りの方に予報が動き始めていて、今も曇りとしている予報サイトと雨が降るという予報サイトにはっきり分かれております。なので東京あるいは埼玉、群馬、栃木、茨城では今日雨が降るかどうかは50-50ということですね。どっちになるでしょうか、はい、難しいところですね。そうですね。昨日土曜日からぐんと気温が下がりまして、北海道では初雪も観測されましたし、ちょっとこの気温で雨に当たると風邪ひいてしまうので心配なところはありますが、思い切って傘を持たずに出てもいいような気もするしというところでしょうか。薄手のコートをお持ちになるといいかもしれません。そうですね。そうですね、はい、最高気温は東京、千葉、熊谷、水戸、前橋で20度、横浜、宇都宮で19度の予報です。今日東京で雨が降りますと8月25日から11週雨ということになるようです。そして来週の日曜日は即位のパレードが予定されています。来週日曜日の予想は今のところ晴れです。そして明日月曜振り替休日ですが、関東地方晴れ時々曇り、雨は降りません。最高気温は今日と同じくらいで20度前後です。火曜日も晴れ、水曜日も晴れ、朝は冷え込み、東京都心でも9度の予想になっています。今日は雨降るでしょうか、どうでしょうかね。そうですね、はい、個人的な話なのでこれを公にしないでほしいですが、私は今日出かける際に傘は持って出かけません。まあ、まあね、そうですね、参考までね。そうです、そうです、そうです、はい、天気予報ね、伝えるだけ伝えて、はい、じゃあお前どうなんだってことになってね。そうですよね、そういうとこありますね。そうです、そうですね、はい、はい、最近はねきちんとね、うん、はい、自分はどっちなんだっていうことを伝えるっていうね。そうですね、はい、じゃあ私も今日持ってきてません、うん、持ってきてません、はい、そうですよね、はい、はい、ということです、はい、ね、選挙に行きましょうってね。私は何々党に投票しますっていうね、新しい放送を目指してますんでね。行きますか。行きますか、そこまで。放送法がね変わったらね、真っ先にやってみようと思ってますよね。そうですね、外国のメディアみたいにね。そうなんですよね、はい、確かに皆さんもね気になりますもんね。なんて言っときながら、意外な人がね全く違う投票先だったりするときありますからね。ありますから ね、そうなんです、バイアスかかっちゃってね、そうなんですよ、そうなんです、うん、さて3連休ということでお出かけの方も多いと思います。秋はシルバーウィークとか言いましたもんね。今年はそんなに連休が続いてないのかな。ありましたね。そうですよね、今日あたり高尾山とかに行かれる方が多いのかな。もみじ、紅葉もまだ早いですけどね、紅葉前線が南下しているようですけれども、
ちょっと出かけてみたいなという感じもありますが、はい、お出かけの方何か面白い話ありましたらぜひ教えてください。お願いします。お願いします。全然デブ症なもんですからね最近は皆さんからね、出かけた先の話を聞いてすごく楽しい、本当、行った気になれるので、そうです、はい、ありありとね光景が目に浮かんだり。そうなんですよね、20代30代の頃はね自分が行きたいっていうね我先に行きたいっていう感じありましたけど、最近はもう行った人の話を聞くだけで満足っていう感じで千葉のねディズニーランドなんかでも新しいアトラクションができたなんて言って行ってきた人の話を聞きたいっていう、それだけ。別にそんなに自分がわざわざ行くような感じもなくですね、はい、なんか開店セールやら閉店セールがあったら行った人の話を聞きたいっていう、いいのあったなんて言って、そうです、ね、あったんだなんて、買えたよかった、よかったねなんて言って、行きたい行きたい行きたかったみたいな、で実際誘われるとね、ちょっといいかななんて言ったりして行けませんね、行けません、そうそうそう、なんかタイガーウッズが来てるらしいよみたいな、ねえ、え誰行ったのみたいな、話聞かせてとか、ねね、そう写真撮ったの見せて送ってみたいな送ってうわーみたいな、すごく近くで見られたんだねなんて言って、これはなんて動画あるなんて動画見せてもらったりとかして、そうですね、自分で行かなくていいっていうね聞くだけで満足っていうところありますね。どうだった？もう結婚式とかほとんどそうだよね、結婚写真だけ見せて、あ結婚、あ綺麗な奥さんもらったんだねなんつって、よかったなんて言って、おめでとうって言っといてそこも出た、なんだそれっていうお前が自分で言え、自分でやれっていう感じですよね。なんか皆さん行楽先でいいもの見たら教えてぜひお願いします、ぜひ教えて、本当に情報弱者送り手に回るっていう回っちゃってますね、送り手にね情報弱者が、ね、本当ですよ、ひどい話ささて一つお知らせがあります。私日本で唯一の醤油大使を拝命しておりまして、はい、皆様にお醤油の話をお送りしてまいりましたけれども、先日10月1日に醤油の日というイベントがありまして、東京のホテルでにぎにぎしく催されたわけですけれども、皆様にお土産があります。日本醤油協会選定第47回全国醤油品評会農林水産大臣賞受賞醤油ミニボトル5本セットをラジオを聴きの皆様50名の方にプレゼントいたします。わご希望の方は今日中に番組宛てにメール、ファックス、お電話をいただきたいと思います。今日本には1200近い醤油メーカーがあるんですけれども、年に一度品評会というのが行われていまして、今年は351点の出品がありましたが、その351点の中から一次審査で52点が選ばれ、さらに二次審査でその52点のうち上位5のメーカーに農林水産大臣賞、次ぐ10点に食料産業局長賞、さらに他37点に優秀賞が贈られるわけですけれども、そのいわば今年の出来の良かった醤油上位5つのお醤油を小さなミニボトルに詰めて一つのセットになっているという非売品なんですけれども、関係者にしか配られないものなんですけれども、これをぜひですね皆様にもお試しいただきたいと思って50セット食券を乱用いたしましてカッパ切ってまいりましたので、ラジオ聴きの皆さんで少し醤油の違いについてちょっと気になってるぞという方がいらっしゃいましたら、はい、連絡いただければ抽選の上50人の方にプレゼントをいたします。お待ちしております、はい、ちょうど週刊少年ジャンプとか週刊少年マガジンくらいの少年誌ぐらいの厚さと大きさの黒い箱に入っていまして、はい、銀箔の文字でうやうやしく白で押された銀箔の文字が踊っておりますけれども、はい、中には 100ml ずつ入った小さな小瓶ガラスの瓶が入っていまして、ちょうどホテルの部屋に備え付けられていますウイスキーのミニボトルのような感じで5品横に並んでいると、農林水産大臣賞5本セットでございます、はい、
今年は三重、新潟、宮城、広島、愛知の5つの蔵元が選ばれてまして、そのそれぞれの蔵元のラベルが貼られたミニボトルが横に並んでいて、開けた瞬間にふんほーっていう感じになります。本当に。またこれも去年もお話ししたと思いますけれども、プロが選んだ醤油ということで、もしかしますと皆様の、まあ、口鼻目では違いがわからない可能性がありますのであのきちんとリーフレットなどが入ってますから、それを読みながら、ぜひお試しをいただきたいと思います。去年も話しましたけども、一次審査ですね、まあ、日本の醤油メーカーはいずれも品質がいいものなので、なかなか差が出てこないということがあるわけなんですけれども、一次審査は官能検査と呼ばれましてですね、審査員による色と香りを対象にした総合評価点を集計ということなんですよね。味はここで一次審査で加味されていないというのに驚きますよね。なのでこの醤油をですね、開けた時に何に一番驚くかと言いますと、大体香りがあまりにも芳醇であることに驚きますね。びっくりしますね。部屋の中でね、あの醤油を一瓶開けてますとですね、誰かなんかしたのっていうようなそれぐらいな香りが充満いたしますね。そして二次審査でようやく味の点数も入ってくるということなんですね。醤油はね、大体そのまま飲むってことはないわけで、何かにかけたりつけたりして食べたりするので、味の評価というよりも先に香り、それから色、これで評価をするということなんですね。ぜひ今年の日本で作られた醤油の上位5つの醤油を味わってみてください。たくさんのご応募お待ちしています。さて今日のメッセージテーマはこちらです。スポーツと私です。山形市の次元大吉さん、42歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。スポーツと私、毎年参加している地元のハーフマラソンの大会でちょっとした被り物をしています。よくいらっしゃいますよね、賑やかに、着ぐるみなど大掛かりなコスプレで走る方もいるのですが、私はそれなりに記録も出したいので走りの負担にならない程度の被り物をしています。ここ数年は毎年何にするか考えるのも手間なので、その年の干支にしています。今年はイノシシ年なのでウリ坊でした。去年は犬年だったので柴犬にしたのですが、被り物のクオリティがいまいちなのか、沿道からの声援が頑張れキツネルルルルと北の国からの北キツネ扱いをされました。とりあえず干支一回りするまでは続けてみようと思っています。来年はクオリティの高いネズミで臨みたいと思っています。山形市の方、42歳の方、ね、似てますからね、柴犬はキツネっぽいもんね。そうですよね、ちょっとね、はい、うん、毎年干支の被り物をしてハーフマラソンに参加している。あ、楽しそう、ね、楽しそうですね、はい、高崎市のジャストさん、43歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。先日人間ドックに行きました。一通り検査を済ませ、最後にドクターの問診がありました。問診票を見たドクターが、運動はしていないって書いてありますけど、お子さんがいますよね、育児はスポーツみたいなもんですからねと言って、問診票の運動毎日しているの項目にくるっとペンで丸をくれました。はい、私があっけに取られていると、一日中お子さんと一緒に遊んで、さらに家事もしたら立派な運動ですからねとねぎらってくれました。はい、涙が出てしまいました。スポーツは見るばかりの私ですが、育児はスポーツだと胸を張ってもいいでしょうか。43歳の方、そうね、これは嬉しかったでしょうね。でしょうね、うん、ふっと力が抜けるような。本当ですね、いいお医者さんですね。優しい、はい、ね、医師とか歯科医師の人に褒められると無条件で嬉しくなるね。何、うん、でしょうね、あれ何でしょうね、はい、本当に誇らしい気持ちになりますね。ね、うん、いや大したもんですよ、内臓綺麗ですよなんて言われたらね、嬉しくなっちゃうもんね。そうですか、何もしてないのにね。そうそう、うん、あ、綺麗に磨けてますねみたいな。あ、そうですか。そうですか。そうですか。ね、帰りラーメン食べちゃおうなんて、ね。嬉しかったね。まだちょっとはいいかな。ちょっといいかな。食べちゃおうなんて褒められたからって気持ちになりますね。なりますね。うん、ス
ポーツと私、三重県桑名市からいただきました。ありがとうございます。銀河鉄道39さん、女性の方、はい、ありがとうございます。いくつくらいの方でしょうかね。スポーツと私、授業中に死語が多いとよく注意をされていた友達、やっちゃんの話です。はい、小学校高学年、水泳のテストがありました。やっちゃんはその日、海水パンツを忘れてしまったようでした。そして思いついたように、あ、体操服があるわとつぶやいていました。はは、休み時間プールに移動し、更衣室で着替えをします。授業が始まるチャイムが鳴ると、みんなプールサイドで準備体操をします。男子の体操服のズボンはパッと見水着と同じように見えますが、ポケットがあったり紺色の生地の光り具合が違うので、先生にバレないようにと祈るように私は見ていました。はい、そうか、そういうことか。半ズボンだったのかな。そうですね、きっとね。テストは4人ぐらいずつ背の順で泳ぎます。先生はキックや腕の動き方など泳ぎ方を採点していたと思います。他の生徒はプールサイドから泳いでいる4人を覗き込むように上から見ています。やっちゃんは背が高いので最後の1人になりました。はい、泳ぎに自信のあったやっちゃんは堂々とプールに入ります。幸い先生にはまだ海水パンツでないことはバレていません。ピーッと笛が鳴って、はい、やっちゃんがプールの壁を蹴ります。次の瞬間、やっちゃんの体だけが全身、体操服のズボンはその場所にとどまり浮いています。日焼けしたやっちゃんの体に真っ白なお尻、それをみんなが上から見ています。体操服は水着のように体に密着せず、ポケットなどに水をため、その力で脱げてしまうのです。みんなが気づき、やーっと大騒ぎになりました。プールの中で腕と足で一生懸命パンツを履き直しているやっちゃんの姿が今もはっきりと思い出せるのです。やっちゃんは今警察官をやっています。あー、なんか光景がありありとね、目に浮かびますね。いいですね。そうね、そう、意外にね、普通の服着て水の中に入ると海水パンツの機能性に驚きますよね。うん、重さとか、そう、ね、はい、そうだそうだ、ゴムなんかじゃね、え、そう、もうゴム緩いから止まらないもんね。はい、壁蹴ったらズルズルっていうね、気持ちはわかりますね。はい、さて今日はスポーツと私、八王子市のうさぺこさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。ラグビーやサッカーの試合で気になるのは審判です。どちらかというと選手より審判の立ち居振る舞いを見るのが好きで、じっと目で追ってしまいます。大盛り上がりだったラグビー、漏れずにラグビー審判のにわかファンとなりました。審判の優しさや誠実さが感じられ、本当にいいなと思いました。きっと日々の生活も人として立派なのでしょうと憧れています。そうね、確かにサッカーとかね、ラグビーなどは本当に審判のね、あのアイデアによってね、ゲームが作られていきますもんね。たくさん走りますしね。そうですよね、はい、ラグビーはね、見ましたけど、本当にそうですよね、審判がいろいろこうね、気にしながらね、そうですよね、はい、何番来て何番来て、じゃあちょっと話し合ってみたいなね、普通にそういうこともありますし ね、なんか、うん、あのお説教みたいな、こうね、諭す場面もあったり、うん、いいね、はい、そうですよね、秩父宮ラグビー場は昔よくね、ノーサイドって言って、試合が終わると両チーム敵味方関係なく一緒っていう風に言われてますけれども、実際にロッカールームが一つしかなくて、敵も味方も試合終わった後同じロッカーで着替えて、同じシャワールームでシャワー浴びてっていう、本当にノーサイドを地で言ってたみたいですけども、さらに驚いたのは、審判も同じロッカーで審判も同じシャワー浴びてたらしいですからね。もうだからそういうスポーツなんだなと、その話からも分かりますよね。そうですか、そうですね。八王子市のパソリカさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。幼い頃にテレビで見たことからボクシングが好きになり、その後歯医者の待合室で漫画明日の女王をたしなんだ経緯となります。はい、そんな私がいい大人になった数年前に、フックってこうかなと右腕を振るった瞬間、ものすごい衝撃、自分の顎をものすごい勢いで打ち抜いていたようです。どういうこと、そんなことできんの。自分の顎をものすごい勢いで打ち抜いていたようです。そうか、
右でフックだからやろうと思って自分の顔の前をこう近めに通らしたのか。そうすると自分の顎が人差し指に引っかかったみたいなのかな。勤務先でトイレに行く途中の通路だったので、トイレでジョーの最終回のように腰を落としました。危険ですって言ってましたね。いやそりゃ危険でしょう。顎がガクンと落ちたでしょうね、きっとね。女の人フックってこんな感じかな。そうね、フックってこんな感じかなってやったんだけど、ちょっと顔が前に出すぎたか、歩きながらだったから、歩きながらだったから入っちゃったかな。すごいね、ガクンと落ちたね。危ないから気をつけて、本当にね、もう何があるかわからないから、もうびっくりしちゃうからね。あのほらグランドでさ、あの土ぼこりがさ口の中に入っても、口がね砂でもうザスザスした時とかね、ちょっとあれでしょう。だからあの洗面所みたいなところに行ってさ、であの口ゆすごうと思ってさ、あのちょっと汚い話だけどね、口の中の唾をピュッて出そうと思ったらさ、風が吹いて自分の顔にビャーッて吹っちゃったみたいな、もう地獄だなみたいなとこもあるしさ、ショックですね。ショックショック、あとマスクしたままガム吐き出しそうとしてね、なんかね、もうってやったらティッシュに届かなくて、あれマスクについちゃったみたいな、マスクしてたみたいな。そんなことはないのかな。マスクはね、ないですか。忘れがちですね。あ、マスクね、忘れがちですよね、はいはい。平塚市の半蔵門の中華が恋しいさん、31歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私がお世話になっている北の漁師町では、秋になるとバドミントンのラケットが必要になります。鮭の筋子状のものをイクラにばらすときに網状のバドミントンのラケットが最適らしく、ただラケットが一つしかないため、私は仲違いしているおばあちゃん同士のラケットを届ける役をよく頼まれます。皆さん話が大好きで、この二人が若い頃バドミントンでダブルスを組んでいたけれど、いろいろあって仲が悪くなったという経緯をコーヒーをご馳走になりながら聞いていました。どこまで本当だ、何なんだか。すごい、なんか気になるニュアンスがいっぱいありすぎて、そうですね、本当なんかね、でもね、あの筋子をねいくらにするときに、バドミントン的なそのラケットの網目の、はい、ものでこうやるっていうのは私も聞いたことあります。それは分かってますけれども、仲違いしているおばあちゃんの間のラケットを届ける役をしているっていうのと、その人がバドミントンでダブルスを組んでいったっていう話と ね、そしてこの人平塚なのになんで北の漁師町の話を知ってんだろう。なんかいろんなことがあるな、いろんなことがあるな。藤沢市ピスタチオさん、51歳女性の方、ありがとうございます。ラグビーが終わりましたね。これまでラグビーにはさほど興味がなくて、今回のワールドカップで初めてニュージーランドのハカを見ました、はい、うわー何これとびっくりして、ちょっと笑いながら主人を見たら、ラグビー好きの主人が号泣していたなんてこともありました。そうね、あれはねオールブラックスのね、はい、本当に代名詞だもんね、はい、そんな話を友達と電車の中で話していた時のことです。ハカと言おうとしたのですが、ど忘れしてしまいました。しばらく考えて、あー確かお寺関係だったと思い出し、ねえねえニュージーランドの今朝がさと言ってしまいました。後で間違いに気づき、ものすごく恥ずかしかったです。ぽいね、はい、51歳、それっぽい。そうですね、なんかね今朝とか言って、確かに、はい、墓、また墓の感じのアクセントもね、はい、今朝に似ている似てる似てる、ね、加須市のマロンタルトさん、ありがとうございます。56歳女性の方、スポーツは子供の頃から苦手です。運動音痴、さらに運動嫌い、運動会の徒競走ではいつもビリ。私より遅い子が一人いたので、その子と偶然同じグループになればビリから2番目、運動会なんてなくなってしまえばいいのにと思っていました。ただ年が長じるにつれ、長距離なら根性だけでなんとかなるとフルマラソンを決意。1日12キロ週に5日の練習を3ヶ月間、那覇のフルマラソンを完走しました。わあすごい。練習中は鼻歌が歌える速度が一番自分の速度にちょうどいいと聞いていたので、中島みゆきさんの空船を歌いながら走る練習、いろんな曲を試した結果、中島みゆきが私の走る速度にはちょうどよかったのですが、だいたい中島みゆきの歌は泣けてきちゃうのです。私は毎日歌いながら泣きながら時には号泣しながら走っていたのです。すれ違う人は不気味だったでしょうね。
実際ぎょっとして見られたこともあります。もっと早くやる気出すべきだったな。頑張ってますね。すごいですね、すごいですね。秦野市の源太のしっぽさん、59歳、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私はプロ野球音痴です。パリーグとセリーグの区別もはっきりできないほどで、ラジオで野球中継をしている時期は夫が聞いているため耳だけの野球を体験しているのですが、はい、そこでブルペンという言葉が私の耳に引っかかりました。ブルペンとは言葉の響きからどうやら東南アジア、カンボジアあたりの地名ではないかと高校時代の古い地図帳を引っ張り出し探してみるもののない、うん、これは地図帳が古いから載っていないのではないかと思い込み夫に聞いてみました。夫は大笑い、なんでまた地名と思ったか。プロ選手は宮崎や沖縄などの暖かいところのキャンプで練習をしていたことが頭にあり、日本より暖かいところで肩慣らしなどをしているのだろうと。それには東南アジアが割と近めだし、そしてそこで戦う体制が整ったら試合に抜擢って思っていたもので、夫からの説明で、そしてテレビでブルペンを画面で見て自分の無知さ、おバカさをしみじみ感じました。確かにね、控え投手が東南アジアで練習してるってことだね、多分ね。プノンペンの近くのブルペンね、はい、ありそう、ありそうですよね。プノンペン、プノンペンの近くね。ペン。11月3日放送分、安住紳一郎の日曜天国、オープニングメッセージコーナーをお聞きいただきました。それでは今日はこの辺で失礼します。安住紳一郎の日曜天国、秋の夜長は虫の声、スズムシ、マツムシ、クツワムシ、嫁ムシ、コモムシ、ネコモムシ、父さんすっかり虫の息、TBS ラジオ FM905 AM954。 さて来週11月10日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは最近緊張したこと。ゲストはソプラノ歌手田中彩子さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。安住紳一郎の TBS ラジオクラウド、これはあくまで試供品、皆まで語れぬラジオクラウド、ぜひ本放送を聞きなされ。954-905